杉本公平は、日本のキリスト教伝道者、牧師である。1876年5月に、静岡県金谷あの医師の長男として生まれた。外交官を目指したが、ある夜夢の中で白髪の老人に会い、キリスト教を学べと教えられた。このことをきっかけに、教会の門をくぐり、1893年に、掛川ミイ教会で受選した。その後日本美。 広市協会の牧師、畑順蔵の下で、構図、大磯、小田原で、開拓伝道の助手をなし、19歳で献身した。1896年、名古屋のアングロジャパン名古屋カレッジ進学部に入学し、モルガン・リチャード、レーマン、内村勘三、大義、三本一郎の訓導を受けた。宣教師モルガンと共に、排唱運動を開始、各地で、 路傍説教による宣伝活動を繰り広げた。学生館では鉄椎王と呼ばれるほどの勇者であった。卒業後は美広市教会に奉職し静岡第二教会、不妊中に佐野譲る氏と結婚した。そして宣礼問題の研究に没頭し、自分の宣礼が雫礼であったことを不服とし、静岡クリスチャン教会牧師、 西岡正義をわずらわせ1901年1月5日に、心霊を受けた。再洗霊志願が、あだとなったか1900年11月には、美広市教会から倫理的に、問題ありとされ追放となり、終末論の研究に専念することとなる。1902年4月、鉄道ミッション、長野市部長に就任、県下の駅員伝道に従事し、長野駅や軽井沢駅に、 鉄道キリスト教青年会が組織された。1906年に F.O. ベルグストロムの昇平により日本同盟、キリスト教会一場教会に赴任した。1922年、日本同盟、キリスト教会年会創立にあたり初代議長、理事となる。1940年に引退。在任中525人に洗礼を授けた。一旦引退したものの、 終戦まで、カヌキ同胞協会を巻きして引退した。長男の小一家が、千葉県に移ったため杉本昇の開拓した、日本同盟、キリスト教団長子協会の基礎固めを手伝った。その後、長男昇が、神奈川県新小安で伝道を開始するにあたり、それに参加し、日本バプテスト同盟、新しい安の理解の創立を助けた。 1973年11月26日に昇天した97歳であった。ありがとうございます。